はい、それでは、9時に2分を回ったところです。丸山さんいらっしゃいますか？丸山さん大丈夫かな？失礼しました。はい、ちょっとツイートしてました。了解です。はい、皆さん最初の、日本語トラック最後 の、 セッション、あっという間の準備期間と、あれになりましてありがとうございました。最後はですね、 Q&A セッションということで、もうアハスライドに続々と質問が来ているので、その質問を、見ながらですね、もうザクザクと答えて いければいいかなと思っております。じゃあ早速なんですけれども、アハスライド、じゃあ皆さんはどうやってマオティックを知ったんですかっていう質問からいきますか。じゃあ、木山さん答えられてました。そうですね、私はもう答えちゃいましたね。そうですね。じゃあ、橋本さんはそもそもなんで知ったんですか？上司がなんか面白そうなのがあるから調べてみてって言われて渡されたのが、マウティックですね。はい、自分はなんかよくわかんないけど、なんかとりあえずなんかよくわからないものが来たから、とりあえず検索して触ってみてダウンロードしてみるかっていうので、あ、なんかこういうのがあるんだなっていう感じで知りました。はい、なるほどなるほど。で、丸山さんもちろんアクイア私アクイアに入ったのがきっかけで、それまではでも知らなかったですね。私、入る前はパードと触ってましたけど、でも別に、製品を比較検討する人でもなかったんで、パードと会社が導入したんで触ってただけなんで、なんかオープンソースで MA あるんだと思って。なるほど、なるほど。はい。じゃあ、ありがとうございます。上野さんは？僕は、そうっすね。うちの会社のパートナーで社長の菱川ってやつがいるんですけれども、彼が見つけてきて、オープンソースで MA って面白そうじゃんっていうので、始めてみたっていう感じですね。はい。そんな、リリース 1.0。ステーブル版が出て、盛り上がってきていた3、4年前ですかねっていう感じです。はい、じゃあ次。一番歴が長い。いや、秋山さんじゃないですか。秋山さん、そうですかね。2018年ですよね、私。いや、もう質が違います。質が違うと思いますよ。本業。じゃあ次、マウティックのこの機能が一押しとかありますか？です。じゃあ、丸山さんからいこうかな、セッションの順番で。一押しか、なんだろう、考えてなかったな。他のちょっと準備したんですけどね。ちょっと全部って言ったらいい。でも私、なんかその、多分別の質問にもしかしたらなんか、マウティックで感動したこととか、ありましたかね。そうですね。じゃあそれに取っときましょうか。そうですね。そっちで回答しようかな。すいません。はい。じゃあ次は橋本さん、あります？なんか、はい、あ、一押し機能ですか？はい、やっぱ導入しやすいのはフォーム機能だなって思ってますね。やっぱりお問い合わせフォーム、どのウェブサイトにも
あるので、それをまあのすごなんかまあちゃんと表でリスト化されるし、まあ、別にマウティックに限った話じゃないですけど、それがなんか導入しやすいなって思ってます。ありがとうございます。はい、はい、あとアセット機能もです。あ、はい、あ、すいません。なるほど、アセット機能、はい、はい、そうですね。まあ、あの、はい、秋山さんは。はい、私はキャンペーンビルダーですね、やっぱり。うん、かなり奥が深いですね。うん、だからもう工夫の違いがあるというか、はい、あのもうそっちにボトボトハマってしまって、あ、これは面白いなっていう感じで、まあ一押しです。はい、はい、ありがとうございます。じゃあこれは OK。 あのもしも、ま、なんか追加で質問がある人はですね、ぜひとも追加で質問してください。あの時間のある限り答えます。じゃあ次、これはもうあの答える人誰か分かるって感じですね。あのキャンペーンスタジオと OSS 版のオープンソース版の違いをもうちょっと詳しく教えてくれませんか、丸山さん。はい、分かりました。ですね、ちょっと待ってください。どこだっけ。そうなんですよ。ちょっとセッションの中でも機能がですね追加されているっていうのはちょっとだけ触れたんですけど、あんまりセッションの中ではどんな機能が具体的にっていうのはちょっと言ってなかったので、あれだっけ。じゃあちょっと画面共有して。あ、どうぞどうぞ。はい、見せた方がいいかもしれないですね。はい、画面共有します。で、はい、映ってます。これがキャンペーンスタジオのトライアル版です。これトライアル版です。はい、トライアルはこのマーティック .com からですね、リダイレクトされて、アクイアのキャンペーンスタジオのプロダクトページに行くんですね。まあ、これ日本語版もあるんですけど、ここから、トライアル1週間無料のものがあるので、ここでアカウント作るとですね、すぐにメールが飛んできて、ここにログインができるんですね。で、1週間経つと閉じちゃうんですけど、うん、まあ、ここで、まあ、サクッとマウティックを触ってみたいときにも便利なトライアル機能なんですけど、うん、機能は、このトライアルでは、そのアクイアが提供しているその独自の、まあ、キャンペーンスタジオの機能は、閉じてる状態なんですよね。うん、で、なので、まあ、これ本当、まあ、ほとんど純粋なマウティックとして見ていただくといいんですけど、で、こっちが、あんまりこう見せると怒られちゃうかもしれないんですけど。ああ、やめといて。そうなんですよね。勉強会でよくあるんですよね。こういうマウティックの勉強会してると、見せれないんですよね。はい。で、ちょっと待ってください。一瞬だけ、シェアを止めて、具体的にどの機能かっていうのをお見せします。はい、そうなんですよ。特にオンラインで録画してると、ちょっとね、もうやばいですからね。メンバーもたくさん。無理しなくて、いいです。もう口だけでもいいですよ。もうなんか画面は共有せずに口だけで説明してもらえればいいんじゃないかな。だけちょっとこれなら多分全然大丈夫かなって思うんですけど、これいいですか。はい、出します。はい、あ、はいはい、これメールの作成画面、まあ、あれですよね。ランディングページも一緒かと思うんですけど、このタブが違うんですよ。うん、テンプレーツレガシー詳細設定っていう風になってて、普通の、このマウティックも演出した方が比較ができて、これオープンソースのマウティック。うん、これは、
メール作成したときに、これテーマと詳細設定ですよね。もう、アクイアのキャンペーンスタジオはこういう風になってて、これは何かっていうと、これで、例えば、これセレクトしてビルダーを押すと、別のサービスが起動するんですね。うん、でこれ何のサービスかっていうと、メールの、これアクイアの、ドキュメントなんですけど、チャンネルの中の、E メール。この B というサードパーティーの、メールテンプレートのサービスがこの中で、動いてます。まあ、パッと見、いわゆるマーティックがオープンソースの機能のその E メールビルダーと、まあ、似ているんですけど、まあ、普通にこんな感じで同じようにこう追加ができるんですけれども、クローズビルダー入れて、そうですね。なので、まあ、この B というですね、E メールビルダーがアクイアでは使えます。なんかちょっとレガシーというタブで、これ、あれですね。アクイアの、メールテンプレートですね。なるほど。じゃあ、違う E メールビルダーも使えるし、で、テンプレートも、いろんなテンプレートが。オープンソース版のテンプレートも、使えますと。はい。わかりました。あと、もう一つ、ちょっとじゃあドキュメントベースで、ちょっとちらを見せすると、どうだっけ。コンタクトセグメントのランダマイザー。はい。秋山さん、こちらって使ったことありますでしょうか？あります。検証で、はい。はい。あ、そうですね。これ、はい、いわゆる、セグメントの、セグメントからさらにその、数を絞り込めるっていう、このランダマイズっていうボタンをポチッと押すと、コンタクト数いくつって設定しますかっていうふうに出てくるんで、まあ、例えば、セグメントが100あったうちの、50人だけに、メールを送りたい。しかもなんかランダムで送りたいみたいな時に使う、ものですね。これセグメントの、セグメントの編集画面で出てくるものです。これ、やっぱり、あれなんですよね。このトライアル画面だと出てこない。うん。本当はここにこう、ランダマイズっていった、ついてるって感じですね。あ、なんかそれを押すんです。はい。それを押すと、ランダマイズされたコンタクトが他のセグメントとして作られるってことですか？それともですね、ちょっと一瞬だけ、じゃあちょっとまた画面共有を一瞬だけ切って、そうですね、ちょっとプリビューとセグメントの、これでいいかな。これでもう一回ちょっとシェアをさせていただきます。でこれがランダマイズ、これランダマイズ、じゃあこれテスト、これをこうクリックして、まずこれ全部私のアカウントなんですけど、コンタクト情報なんですけど、編集ボタンを押すと、すべてのこのセグメント編集画面にこのランダマイズっていうボタンがついてて、で今フィルターは、E メールで、この光る丸山についているもの、これに、こう、これはコンタクト数ですね。これ設定すると、まあ、適用されまして、よいしょ。これで、まあ、こんな感じで、これ、本当は、全部で8件あるんですね。この同じフィルターで。絞り込むと。ただ、今5件にランダマイザーの機能で絞ってるので、5件。という、セグメントになるという感じですね。これなんか、
もうランダマイザー使っちゃうと、このセグメントがもうランダマイザーで、絞り込まれた状態になるってことですね。そうですね。なるほど、なるほど。わかりました。なので、こうなんか、この、なんでしょうね。こうもし、なんか、このセグメントに対してランダマイズつけたいってときは、こう複製して、それに対してつけるみたいな運用に、うん、まあ、なるみたいなことが書いてありますね。なるほど。はい。まあ、そういうちょっと、こう、細々とした機能が、追加されています。うん、なるほど。はい、はい、ありがとうございました。多分その日頃日頃のすげえ細かい企業さんとかのめちゃくちゃたくさんコンタクトがある、人たち会社とかがすごい細かいかゆいところに手が届く機能を作ってくれって言って作ったっていう感じなのかな。なんですかね、ちょっと由来は私も把握していないんですけど、多分まあ、キャンペーンでこう応募して、まあ、そこから抽選でとかいう感じで、そこでランダマイズで、まあ、そういう感じで取って、で、それで当選者へ の、 そのメール配信とか、そういうので使ったりとか。ああ、それいいですね。ランダマイザー、なるほど。ランダマイザーいいですね。ね、例えばマストバイキャンペーンとか、なんかそこでマストバイで買っていただいた方に対して、さらにみたいな感じで、さらに10名の方には 特製でこういったものをプレゼントできますよみたいな。なんか AB テストで使うのかなとか一瞬思ったんですけど、AB テストでもないって感じですかね。まあでも、感覚としては、まあ、はい、手動っていうのは、手動で AB テストのように使えますよっていうのは、なんかどこかに使ってあって。あ、それはまた別でもちろん、はい、あると思うんですけども、はあ、はい、なるほど。まあ、いろいろキャンペーンスタジオ興味ありまくりなんですけど、それはアクイアさんの方でも、紹介セミナーとかされていると思うので、そちらもね、はい、ぜひともアクイアさんのウェブサイト、アクイアジャパンさんのウェブサイトでセミナー参加してみたらいい、見たらいいんじゃないかなと思います。はい、ありがとうございました。橋本さんへ質問です。ざっくり、MA を知らないお客さんはどうやって説得できたんですか？これ僕も地方というか、まあ、名古屋もある意味 MA 地方だとは思うんですよね。で、その僕もちょっとこれは、MA 自体を知らない人が多いので、それをどうやって説得できたのかって僕も興味があるんですけど、秋山さん、橋本さんや橋本さん、どう、はい、どうですか。はい、やっぱりそのマーティックの概念とかどういうツールでっていう紹介をするとすごいお客さんみんな嫌がるので、もうなんかそういうこれはまあ、アマーティックって言って MA がねっていう話をしないで、も管理画面見せるようにしてます。もう管理画面、もう見せていい、許可もらってる、まあ、弊社のマーティックのログイン画面から、だいたい話するときで担当者とかのコンタクト情報あるので、もうその話してる人とか弊社の社員とかのもうコンタクト情報とか見せて、こういうふうに追跡できるんですよとか、フォームの集計とか、うん、もう本物を見せて、もう百聞は一見にしかずで紹介してますね。うん、はい。なるほど。こんなでっかくしなくてもいい。はい。いや、僕も僕もストリームヤード使って遊んでたりとかしてるんですけど、はい。なるほど。わかりました。そっか。なるほどね。そこであまり論理とかは興味ないですね。はい。どこ食いついてくるんですか、お客さんって。どこ食いついてくるっていうか、いや、その、なんか今までアナリティクスとか、そういう、子じゃなくて全体の情報しか取れない機能ばっかりのイメージなんですよ。なんか
私たちって、うんうん、私たちがお客さんたち。なんで、そういう一人一人の行動が見れるっていうところに、うん、なんかすごい覗き見してるみたいな、そういうちょっといけないもの、うん、見ちゃいけないものを見てるみたいな感覚がみんななんかすぐふっと入ってくるようで、そこがすごいみんな食いつきますね、もう。なるほど。はい。はい。わかりました。なんかしばらく使って、なんか徐々にじわじわと、あ、くすげえなって思うって感じなんですか？それとも、わ、使い始めてからパッともうこれはとか、なんかちゃんと教育をしなきゃいけないとか、なんか大変、や、なんか3ヶ月ぐらい経ってやっと分かったとか。はい、あ、そうですね、なんか最初はすごっとは思うんですけど、全然、うん、なんだろう、何したらいいのみたいな感じで、うん、何も大体触らない人が多くて、で、データが溜まってくると、うん、なんかここクリックしたらどうなるのとか、ちょっとずつなんかその欲が湧いてくる。ような感じですかね。それでなんか、うん、じゃあこれとこれ組み合わせたらこういうふうにできるんじゃないのとか、なんかこうなると思うんだけどできますとか、結構なんか、まあ、なんですかね、そういうちっちゃい質問が増えてきて、あ、なんかマウティックすごいなみたいな感じで、うん、まあなんかズブズブ沈んでいくような感じですね。うん、秋山さんも いかがでしょう、どうですか。なんかその MA を知らないお客さんに対して、はい、なんかこれをいつもこうやってなんか説得してるとか、なんか決めのセリフみたいなのあります？なんか変な表現なんですけど。そうですね、まあ実際にこのネット上でのその、まあお客様の行動っていうところは、なかなかやっぱり可視化することって、まあ難しいんですけど、まあそれを、まあそのトラッキングタグを介して、もう、要は明るみにできますよというところで、まあ態度変容のタイミングが見えるとか、それからあのゴールデンルートですね。まあそういったものがやっぱり見えるとか、まあそういったような形で、まあ要は勝率上げていくためにも、まずは送客を増やしていくことですよね、という感じで。まあそうすることによって、まあ営業送客へのその質も上がるし、まあそういったところでいいんじゃないですか、なんていう話をしますね。なるほど。わかりました。ありがとうございます。じゃあ、次の質問に行きましょうか。秋山、じゃあ次の質問、秋山さんの体験を伺って、他の方も実はこの処理をキャンペーンで使ってるとかってありますか？っていうのなんですが、まあ秋山さんも、なんか他にスライドで言ってなかったやつとか。そうですね、キャンペーンはもう本当にアイディア次第ですね。そうですよね。いや、本当にキャンペーンはアイディア次第ですよ、ね、もうそこのなんか発想っていうか作り方がやっぱり素敵だなっていうふうに、うん、国際ベンダー経験者として思います。うん、だから、その機能自体が、これを最終的にしたいことに対する、その導き方っていうことを、そのあまりにも機能を、この、それに応じた形で一つ一つ作っていくと、もう本当に、なんでしょうね。もう多すぎて分かんなくなっちゃいますよね。でも、まあ、キャンペーンでこういうふうにすれば目的は達しますよっていう。まあその作り方さえ、コツさえ分かったら、まあ結構いろんな面で使えます。うん。うん、丸山さんとかってお客さんのサイト、マウティックインスタンスを見たりとかはされてない？はい、私はないですね。あ、わかりました。秋山さんが、はい、主に。わかりました。まあ、じゃあ、はい、はい、橋本さんは、なんか、あります。
そうですね。私がマーティック始めたのが、確か2.12の時代なんですけど、その時はまだ繰り返しキャンペーンを起動させるっていうルールがなくて、なんで、キャンペーンを一通りやったら、キャンペーンを抜けるっていうところまで作って、一回抜いて、もう一回動くっていうのを作ったりをしました。セグメントの振り分けも、とかも、キャンペーン使って、フィルターがどうしてもできない時が、できないっていうか、ちょっと、フロー的に、フィルターを使えない時があって、その時にキャンペーンで無理やり条件分岐して、セグメントにそれぞれ振り分けるっていうのをやったりもしましたね。はい。そのくらいですかね。なるほど、なるほど。ありがとうございます。じゃあ僕の手前味噌なんですけど、大学のサイトやった時は学年切り替えとかね、キャンペーンで4月、3月末になるとキャンペーンで1年生を2年生セグメント、2年生を3年生セグメント。なるほど。で、3年あ、生そうのだ、保人育園は、の時それやりました。やりますよね。バッチ処理的な。バッチやり処ま理しですたよよ。ね。そうで、ですね。終わったら、終わったら終わったで、卒業。卒業したら、ちゃんと個人情報を削除する的な感じで、コンタクト削除するみたいな、ですよね。ありましたね。だから、あと大会するユーザー、大会、僕のコンクリート 5CMS ですけど、大会するユーザーは、大会のページと、あと、届いたら、それを、トリガーにして、マウティックの方も、コンタクト削除するみたいな。キャンペーンを作ったりとか、そういうのもしましたね。すいません、僕も言っちゃった。ぜひぜキャンひ。ペーンは本当に想像力によると思うので、こういう勉強会でこういう方法を見つけたっていうのをキャンペーンだけ喋るっていうのもね、いいかもしれないですね。ありがとうございそまれだけのかなす。りボリュームがありそうなそうですね、そう気ですが。ね。じゃあ次が、こっち先にしようかな。マウティックを最初に使うときにする、使うべきこと、使っている、最初に使うべきこと、使っているときに気をつけるべきこと、Tips とかってありますか？つまり、最初にしておくべきことかな。で、使っているときに気をつけるべきこと、他に Tips とかありますか？っていう質問なんですけど、最初にしておくべきこととか、秋山さん、あります？そうですね。最初にしておくことっていうと、まず、データ、要は、コンタクトの、要は、流入の入り口ですよね。例えば、名刺情報からデータインポートしますって言ったら、まずデータインポート機能を学ばなきゃいけないし。いや、そうじゃなくて、もう手で入力するって言ったら、もう、マーティックの、キャンペスタジオの、コンタクトのその詳細。もしくは、クイックで入れる、画面の入り口ありますけど。まずはやっぱりデータがないと何もできないんでね。まずはやっぱりそのデータ項目の持たせ方としてどういうものが必要なのかと。で、それと、あとはデータインポートの仕方。それと、要は重複データを作らないためにどうすればいいのかとかですね。そのマージとパージの仕方であるとか。まずはそこからじゃないかなと思いますね。まずはコンタクトをどうやってマウティックに取り込むかっていうところですよね。と、あとコンタクト、そうするとコンタクトのリードの、
属性をどうするかですよね。そうですね。はい。細かいですけど、はい。フルネームがコンタクト情報によっては別々になってないから、もうしょうがないから、名前で全部入れちゃおうかとか、ね、ありますよね。あありりままするんでね。すよね。なんかあと一つあれですよね、文字化けとか、こう、CSV でインポートするときは、なんだったっけ、文字コード、ちょっと気をつけないシフとトかっていうと JIS、か、そうですね、シフト JIS は、じゃなくて、ちゃんと UTF-8 で入れないといけないとか、なんかアクイアの場合は、データを、マルケットを今まで使っていて、今年、キャンペーンスタジオに移行したんですけど、そのデータのインポートを、そのボストンにいる、マーケティングオペレーションチームが、日本の顧客情報もインポートしてくれたんですけど、アロコとか文字コードが 外れていて、文字化けされた状態で全部情報が入ってしまって、で、それが、本当に大変なことになってしまったっていうのがあったので、本当にアクイアが実際に体験した怖い話という感じで、いやー、それはここはもうぜひど気こをでつもあけりていまたすだよけれね。ば。はい、ありがとうございます。貴重な話を。で、僕も別にお客さんから「そう、文字化けしたコンタクトだけどうやって外したらいい？」あ、だからそれってもう本当に秋山さんと同じなんですよ。だから僕ももうその日付2020-1117っていうセグメントを作って、もうあわよくば、だからアンドゥできるように、もう時間も入れますよね。2020-1117、今9時34分だから2134ってね。もうなる日ほ付、ど。時間まで入れてセグメント、それをつけると。そうすると、まあ、で、それでで、多すぎたら、キャンペーンでバッチ処理で削除するとかね。やりますよね。はい。キャンペーン素晴らしいっす。はい、ありがとうございます。なんか橋本さんあります？文字化けの話だと、私、アップグレードしたら、トラッキングのページタイトルがも、文字化けしたのがあって、それからすごいアップデート恐怖症になりましたね。文字 化けはい、って今はどういもうう修文字正化さけ？れて、ページタイトルが、ずっと並ぶじゃないですか。そこが日本語のままでいいのに、それが中国語訳みたいになっちゃって、中国語として認それ識。はね、それは、はい、あるある、ありましたね。中国人の人が、オープンソースならではだと思うんです。世界中のコミュニティの人がやってるからと思う。辞書入れちゃったんですよね、コントリビューターの一人が。そうなんですね。で、ページタイトルに中国語が入ってると、それをちゃんと書き換えて表示をしてあげるっていう辞書を入れちゃって、で、それでページタイトルが化けちゃったんですよね。そうなんですね。それめっちゃびっくりして、公式の GitHub にもか、あの、一周投げました。おお、素晴らしい。頑張りましそれた。でいいと思う。それでいいと思でもいそまのす。後、なんかコアファイルこうやって直すと大丈夫だよみたいな記事も見つけて、今はどうにか復旧はしたんですけど、その期間のデータも取り戻せないですね。難しい。そうですっていうのが、ね。なんでアップデートをもうちょっとなんか気軽にできるようになったらいいなって。仕方ないんですけどね、オープンソースなんで。まあ、あとはエコとか。ちゃんと開発サイトを開発用のインスタンスを作って、アップグレードを事前に本番でいきなりせずに試して、チェックリストを作って、で、シミュレーションしてやるっていうしかないですよね。それはそうでまあ、すね。どの、ど、
回っていくだけではなく、どの、あの CMS であったり、うん、MA ツールであったり、しっかり何でもそうだと思うんですけれども、はい。はい。はい、あのページタイトルのやつは、はい、あの僕も困ったっていう人がいるので、はい、知ってます。はい、じゃあ次が、なんか最初に使うべきことを使っているときに気をつ、まあちょっと外れちゃったんですけどね。はい、ありがとうございます。皆さん、じゃあこっち行きましょう。皆さん、ペルソナカスタマージャーニーマップとかどれだけされてますかっていう質問やりましょう。どうですか、秋山さん、どこまで気合い入れてペルソナカスタマージャーニーマップとか作られてます？はい。まあ正直申し上げて、シンフォニーマーケティングの庭山社長も、最近、本を出されてまして、うん、まあそこの中に、要はカスタマーはジャーニーしないというふうな、名言も書かれてるんですけど。でも、よくセミナーでは、いや、ペルソナ大切ですよ、ジャーニーマップ大切ですよって言ってるんですが、実はあれって何のために必要かってもう一度自分の中でも冷静に考えると、お客様の購買意思決定プロセスを支援するためにどういったマーケティングツールやコンテンツを作ればいいですかっていう設計材料として使うのがカスタマージャーニーマップはいいと思うんですよ。うん、ですので、ジャーニーマップそのものをキャンペーンに、そのシナリオに作っていくっていうよりは、ジャーニーマップでもって、じゃあこういったコンテンツを作るべきだろうという、コンテンツ選定の議題として、要は会議体の一つのツールとして使われるのがいいのかな、というふうに思います。はい。ですので、まあ、どこまで真剣にということになると、まあ、そういったところではやっぱり真剣に僕は使うべきだと思うし、まあ、ちょっと答えになっているかは、おそらくこのご質問の意図としては、マーケティングオートメーションを設定する際に、どこまで綿密に、その、まあ、ペルソナを、明文化して、で、それでジャーニーマップを書いていけばいいでしょうかっていう、ご質問だと思うんですけど、まあ、逆の発想で、そういう、その、目線で、やっていくと、必然的に、まあ、そういった、シナリオを、まあ、キャンペーンビルダーで作っていくっていうことにもなりますので、はい。っていう、答えになってるような、なってないような、ことになってると思うんですけど。はい、つまり、作るのは、作った方がいい、良くて、それは、その、最初にそういう戦略を立てるときには、作った方がいいんだけれども、うん、実際の運用のするときは、やっぱその実際の運用の結果をもとにやるべきで、ある意味作ったものに対して固執するべきではないっていう感じなんですかね。そうですね。まあもちろん本当におっしゃられる通りで、固執すぎるとやっぱり、ダメだと思いますね。はい。まあマーケティングというか生き物というかなんで、そうですね。やっぱりそれは常にね変えるべきで、はい、だからこそキャンペーン画面であんだけ柔軟に変えられるから、といつ途中で変えちゃうと。中途半端になっちゃうので、新しいキャンペーンは作りましょうねっていう、やるときにはっていう感じなんですけど、はい、ありがとうございました。あと橋本さんはなんかそのある意味地方というかペルソナカスタマージャーニーマップとかってご提案されてます？はい、いや、しないですね。なんかすごい聞かれることはたまにあるんですよ。ペルソナとか、それこそちょっとウェブとかそういうマーケティングに興味ある方が担当者だとそういう話出るんですけど、なんか、そういう、なんですか、事前準備するくらいだったらさっさとツール入れちゃえって私思っちゃう方で。ね、なんか、それで出てから、それで考えればいいかなっていうふうに、なんかそういうちょっと、納金みたいな感じです、私は。まあ、コンタクト、だから、あれですよね、なんか、コンタクトの属性の設計はちゃんとし、だ僕の経験でも話しちゃってるんですけど、うんうん、コンタクトの属性はちゃんと設計しないと、後でえらい目に遭うけれど、うんうん、それさえちゃんと設定してもらうか、それか、まあ、再インポートし直すかをすれば、
あとはもう臨機応変にやりましょうってことですよね。そもそもマウティッそうク、マウティックはあくまでも MA なんで、CRM じゃないんで、そのリード、お客さん、リード情報は常に生きてるわけじゃないので、いつ、だんだん古くなってきますからね。と言いつつ、そうですね。普通に CRM としても使ってる方もいらっしゃるかもしれないんですけども。はい。なるほどです。はい、ありがとうございます。なんか新しい質問が一つリアルタイムで来ました。ありがとうございます。先ほどオープニングでリード数が300万を超えるとパフォーマンスが落ちる的なことが言われていた気がしますが、マウティックの運用上の注意点などがあれば教えていただけますでしょうか。橋本さん。はい。はい。あ、運用なん上。か、ごめんなさい。300万は多分ないと思うので、なんか運用上、他にも運用上、パフォーマンス的なことで運用上で注意点があれば、なんか教えていただけますか。なんかあります？運用上なんのか困なんかったサーことバーとに。かってありますか？あ、なんか困ったこととか、なんか、困ったなんでこしょう、と。運用してるときに、はい。これでパフォーマンスが落ちてしまったと、なんかそういうことって逆にあったり、どうなんかでインすストか？ール型を使っててっていう。あ、そうですね。まあ、ページの読み込みが遅いとかはたまにありますけど、それはちょっとサーバーの問題もあると思うので、マーティックのパフォーマンスとしてっていうのは、なんか、そうですね。まだそういうのに出会ったことはないですね。なんだろう。はい、ないです。秋山さんが多分一番ご存じ、秋山さん、丸山さん、一番ご存じだと思うので、最初に橋本さんに振らせていただいたので、なるほど。はい、無理せずに、すみません、なんか変な無茶ぶりしちゃったみたいで申し訳ないです。いえいえ。じゃあ、秋山さん、なんか。はい、そうですね。運用上でやっぱりちょっと、まあ、困ることというか、どうすればいいのかなと思うのは、カテゴリー設定でできるんですよね。で、そのカテゴリーがですね、やっぱりその、まあ、1階層なんですよね。要は、その、なんでしょう。まあ、ディレクトリ構造上で、そのカテゴリーで、こう、整理できないので、まあ、結構そこら辺が、こう、長年使っていかれるとですね、結構ごちゃごちゃになっていくのかな、という。まあ、そういう感じはしますと。まあ、逆に言うと、でも、まあ、ね、丸なんちゃらさんも、はい、まずディレクトリで管理していきましょうって。あれもネーミングをきっちり作っていかないと、もう、ぐちゃぐちゃになるんで。だから、まあ、どのマーケティングオートメーションでも一緒かな、なんて見てはいます。まあまあ、ちょっとそういったことであるとか。確かに、アクヤもプレフィックスでそうですよね。やってますね。もうそうっすよね。メールのテンプレートも、きちっとしないと、できすぎてしまって、どう整理していくかっていうのが、永遠の課題ですよね。そうですね。まあ、プリフィックスになりますよね。あとは、あれですかね、キャンペーンを並列で走らせるときに、ちょっと、そこら辺は、ある程度、その、メール配信数の上限のコントロールをかけないこととかですね。まあ、ちょっとそこら辺は気をつけられた方がいいかもしれないですね。気づそうかでなすいね、間もにちょっともう、もうキャンペーン走ってたみたいな、別のちょっと影響が出てたみたいなこともありかねるので、はい。あとは、ちょっとおっしゃってたメール配信をね、過ぎない。もう最近、スパム判定がだんだん厳しくなってきたから、本当に希望する人というか、希望する人だったとしても、見なくなって、すぐにゴミ箱行きのメールが増えると、それで Google がまたプロモーション判定をしちゃうから、プロモーション、まあ仕方、プロモーションタブに入ってしまったら仕方ないとはいえ、は仕方ないとはいえ、ちゃんと読まれるようなメールを書いてないと、もうスパム行きになってしまうっていうのがあるから、単純にね、メールサーバーというか、
50通以内に送るっていう空論を設定したとしても、きちっと古いリードは削除するとかいう空論をきちっと走らせないといけないとか、そういうのはありますよね。ただなんかそのマーティックだと、そのなんかフレクエンシールールとかつけれて、なんかちゃんと管理してくれてますよね。あ、そうですね。そうですね。まあ、あと、まあ、最近ちょっとね、まあ、メールプレファレンスセンターという形で機能を使ってね。で、要は読者側の方が、もういつからいつまで何回上限で送ってくださいとか、もうこのメールは、こっちのメ、あのメルマガ読みたいけど、こっちのメルマガもういいですみたいな。そういうふうなメールプレファレンスセンターのその LP を作って、で、それで、消費者側の方で、読者側の方でコントロールしていただくとか、まあそういうこともあっていいかもしれないですよね。まあそういう機能もマーケティングがあるんでね。はい。パフォなんーマンかあスと、的、ああ、どごめんうぞどうぞ、なんマかリナさん。メールのところで、その MA ツールによって、なんて言うんでしょう、必ず送る、いわゆる、なんか、配信停止になっている人でも送れるっていう MA ツールと、マーティックは送れないですよね。配信停止になってるとメール送れないようになっていて。で、マルケットは結構そこが 私的には便利だなと思っていて、そのいわゆるなんか、イベントを登録、出席してくれた人に、イベントリマインドを送るって、配信停止してる人にも送りたいものかなって思うんですけど、マティックはそれが、他の MA2 でもできないものの方が多いのかなと思うんですけど、そこは遅れてると思ってても、やっぱり遅れて、ちゃんとなんかそこは、確認が、なんかこう事前の、必要かそうでなすとね。思ったり。はい。あとありなんがかとうそございます。の、マーティックでも、そのフレクエンシールールにのっとってちゃんと送るものと、フレクエンシールールから外れるものってあるじゃないですか。確か、フォームのアクショントリガーは、そのフレクエンシールールから外れるけど、キャンペーンのマーケティングメールは、確かカウントされるから、なんかなんだろう。なんか、やっぱり私も結構、今回のその認定試験の、申し込みって必ずこうクーポンコードを送りたいんですけど、やっぱり配信停止してる方って送れないから、そういう時こう、なんかこう、ね、できると、ね、もっと便利かなと思うんですけど、なかなかそこを MA に求めるのかっていうのも、そうですね、ね。っていう、なかなか、それはね、難し MA かといなうと思ようんりですけも、ど、難しいですよね。はい。まあ、最悪、まあ、最悪 CSV で吐き出して違うツールで送るっていうふうになるかもしれないですよね。はい。パフォーマンス的なところでも、この方は多分質問があるのかなと思っていて、で、パフォーマンス的なところは、ぜひともマウティコン、パフォーマンスのセッションがあるので、同時トラックで見られなくても、YouTube で、動画は数瞬間後に公開をするということなので、見れなかった人たちのためにとか、そういう案内がおそらく皆さんに英語かもしれないですけども届きますので、僕もそうなんですよね、トラックリード、このトラックずっとモデレートしないといけないので見れないんですけれども、そういうちゃんいろいろロードたくさんのコンタクト数のセッションとか、どうやって発見工夫してやってるのかっていうセッション、実は今日目白押しなので、技術的なところはそちらを英語なんですけど、まあ見てもらえるといいのかなと思ったりとかします。はい、ありがとうございます。で、最後2つ、実は僕隠れもう1つ質問あるんですけれども、最後の2つのちょうどいい時間になってきました。ありがとうございます。違う人の質問と重複してしまうかもしれませんが、なぜ
他の MA ソリューションよりもマウティックを選ぶべきというようなところありますかっていうことですね。じゃあまずは丸山さんからお願いできますか。いや、ちょっと難しいい質や、で問も、ですつまりね。前職で、違う MA ツール使われてたんですよね。そうですね、使っていて、で、まあ、クイアに入って、マルケットを使って、マウティック。まあ、その、なんでしょうね。まあ、でも、なんか、いろんな観点はあるかとは思うんですけど、一つ言えるのは、やっぱり値段のところは、マウティックだと特徴的なのかなと、思いますけどね。そのオープンソースで、まあ、入れるんだったら、運用は自分で、自分か、もしくは、パートナーの方、やっていただく。で、我々が提供しているキャンペーンスタジオの場合でも、やっぱりライセンス費用ってないので、我々のその、いわゆるホスティングとサポートの費用になるので、値段はやっぱり、比較的安めになるので、そこでまず、一つあるのかなと思います。はい、ありがとうございます。今すっごいことに気づいた。ちゃんと皆さんに用意してもらったスライドを僕は見せていないってことに今気づいた。ちゃんすいません。ちゃんとね、これを最初にアナウンスするのを忘れていた。これ確かに 自己紹介の確かに ごめん、めっちゃ皆さん申し訳ない。ちゃんと用意してもらったのにギリギリ。で、そう、これ最初に、もう最後にこれ紹介しますね。最後に紹介します。はい、すいません。はい、もうね、いろいろ新しいバーチャルオンラインのシステムとかね、使ってるとね、あれですよね。はい、すいません。じゃあ次、橋本さん。はい。やっぱり値段ですよね はい。そうですね。やっぱ導入のしやすさとか、あとそのセールスの量も考えると、やっぱりマウティックっていうのが一番、まあ、導入のしやすさっていうか、まあその自分のペースで、始めて運用できるっていうところが、まあいいかなって思います。まあ別に他、そのパードットとかマルケットさんの、MA は使ったことはないんですけど、やっぱり値段のところでちょっと私自身もその会社としても、足踏みしてしまうところなので、はい、値段ですかね。はい、ありがとうございます。ちょっと、あと5分ぐらいになってきた。急がんとあかんのか。まあ、いいや、ブレイクだから大丈夫だな。ちょっとオーバーしても。はい。はい。じゃあ次、秋山さん。はい。ゆっくり、ゆっくり、急あ、がなくわてかり大ま丈夫しです。はい。た。すぐ終わります。やっぱり、どうでしょうね。まあ、割と直感的に使いやすいなっていうところがありますね。他のそのプロダクトと比べると。ですので、やっぱりシンプルに、まあ、なんでしょう。結構やっぱりそのシステムの作り方って、その作り手のポリシーが伝わるところがあるので、まあ、そういったデザイン設計であるとか、そういったものも統一されてるし、なんでしょう、学習コストが低いツールだと思います。はい。まあ、それはやっぱりコスト削減にもつながりますので。はい。なるほど。そこが魅力ですね。ありがとうございます。ビートリーに今参加している人は、もうすぐブレイクタイムなので、ブレイクタイムの間にアンケートに答えてくれませんかっていうポップアップが今表示されたと思います。ちょっとスピーカーの皆さん分かんないと思いますが、ぜひともそのアンケートにも英語を日本語で答えてもいいんたら、多分ルースさんから何言ってんの、このアンケートって言われるかもしれないですけど、ぜひともそれ日日本語本で語もいいのと思ハいードルます。測れますね。日本語で答えてもらってもいいと思うので、はい、ぜひともアンケート答えてください。はい、バーチャルカンファレンス、このシステム使って四苦八苦しております。すいません、ドタバタして。はい、じゃあ、あれ、丸山さんも答えたし、秋山さんも答え始まった。じゃあ、最後の質問です。一番最後の質問は僕が考えた質問なんですけれども、
マウティックとマウティックコミュニティに今後期待することは何ですかっていう、まあちょっと丸山さんはちょっと違う観点からなっちゃうかもしれないんですけれども、丸山さん。あ、はい、やっぱり日本語のこう何でしょう、に日本でマウティックを使ってる人をもっと増やして知見を共有し合いたいなというのは思いますね。その、まあ、なんでしょう。やっぱり使ってて分からないところってネットで調べると思うんですけど、やっぱりどうしてもマウティック、他の、まあ、ベンダーの、MA ですと、まあ、パドットとかマルケス、結構日本語のドキュメントとかしっかり整備されてて、普通に日本語でドキュメント見れたりして、やっぱり便利だなって思うんですけど、やっぱりその使ってる人がちゃんと使いこなせるような土壌があると非常にいいのかなと思ってて、なのでこういう、まあ、マウティコもそうだし、もっとオープンに情報を発信して、裾野をどんどんオープンに広げて、新しい人を増やして、どんどん教え合うような土壌を作っていきたいなって思いますね。はい。どうも。じゃあ次は、橋本さん。はい。やっぱりそのドキュメントってかそういう日本語で、どの情報が集まるといいなっていうのもありますし、あとコミュニティってかそのミートアップ、勉強会っていうのがもうもっと定期的に行われると、まあ、もっと何ですか、輪が広がりやすいかなって、はい、はい、思います。私他のオープンソースだとワードプレス使ってるんですけど、やっぱりワードプレスってそのレベルごとにも地域ごとにもいっぱいコミュニティがいっぱい広がってるので、そういうふうにマウティックも広がっていったらいいなって思っています。はい、以上です。はい、ありがとうございます。秋山さん。はい、そうですね、やっぱりその、なんでしょう、コミュニティに求めることっていうのは、やっぱりその、なんでしょう、経験値の共有ですよね。はい。まあ、ですんで、まあ、そういうのを、また、まあ、この日本の中でももっと盛り上げていけるといいな、というふうに、まあ、思ったりはしてます。で、マーティックに求めることですか。もう答えはもう皆さんおっしゃってますけど、やっぱりその、何かこう、ドキュメンテーションのところとか、やっぱりそういった、その、知恵をこう集約するといったところを、まあ、日本語訳でですね、まあ、もっともっと、あるといいな、というふうには、やっぱりこう、携わる立場としては、感じてますし、うん、まあ、そういったものを、やっぱり私もちょっとアウトプットしていかなくちゃいけないな、というふうに思ってます。はい。はい。いい感じで、おー、今10時になりました。ありがとうございました。皆さん。1時間です。話してましたね。話しちゃいましたね、やっぱり。はい。Q&A セッションは、はい、盛り上がります。すいません。今もまたなんかビートリーから、ポップアップが出てきました。このビートリーのシステムはですね、バーチャルカンファレンスシステムということで、実はスポンサーブースがあります。英語が喋れる人はぜひともスポンサーブースに訪問訪れるとですね、本当にスポンサーの人がブースで待機していて、自分もウェブカメラをオンにしてお話をすることができます。悪意人もいらっしゃいますし、ドイツの人もいらっしゃいますし、スポンサーの方がブースにいるので、英語とかドイツ語とか自信のある方はぜひとも、でも本当にでもいい機会なので、グローバルカンファレンスとして本当はどうしようかな、ヨーロッパに行くんかな俺、嫁さん許してくれるかなと思ってたのに、こんなオンラインカンファレンス慣れて僕はちょっと幸せでした。はい、ということでスライドをお見せしてますが、12月15日火曜日に、夜7時半から9時まで時間は決まりました。オンラインの勉強会を開催しようと思います。橋本さんと僕でやろうと思います。決まってるのはそれだけです。
はい。新潟とね、名古屋でリモートでやります。で、もし、皆さん、ぜひとも参加していただければと思います。決まり次第ですね、マオティックのスラックであったり、Facebook グループで、マオティックジャパン、ごめん、間違えた。スペルミスしてます。ごめんなさい。マオティックコミュニティ、ジャパンコミュニティだったかな。で、アナウンスしますので、ぜひとも、公式のスラックであったり、Facebook のグループのマウティックジャパン検索していただいて、そのグループとかに入っていただければと思います。ということで、10時過ぎました。皆さん、夜遅くまでどうもありがとうございました。お疲れ様でありしがた。とうございました。ありがとうございます。まだまだマウティックコン2020は続きます。明日の朝7時ぐらいまで続きますので、もしも、ちょっと夜更かししてみたいと思っていらっしゃる方は参加してみてください。ビートリーというイベントのプラットフォームも楽しんで、オンライン、バーチャルオンラインやっていただければと思います。では、それでは終わりたいと思います。ありがとうございました。どうもありがとうございありがとうございました。ありがとうございました。ます。